ちょっとその今回のそのダークソウルというゲームに関してストーリーそして世界観の部分を1から10層を全て皆さんにお届けするというのは我々のこうゲームの作りとしてですねゲームを遊びながらストーリーですとか世界観に浸っていただきたいし理解していただきたいという気持ちがあるのでプレイヤーは不死人と言われているアンデッド死なない体を持った人になります。そしてまあそのアンデッドになってしまった原因である呪いというようなものを旅を通じて、まあ、回復させるというか呪いを解くというかといったところが目的となってくる、ストーリーになってくると思います。あとは皆さんの、プレイで確かめていただければと思います。ダークソウルの装備品は、まあ、ちょっとデモンズソウルとは比べたくはないんですけれどもデモンズソウルに比べ単純に比べて約2倍くらいには、なっているかと思います。それはもう装備に対しても魔法に対してもそうなります。で、さらにプレイスタイルの部分にはなるんですけど当然あのゲームを開始した時にユーザープレイヤーが、選択することができる、キャラクター、まあ、職業というかなんというかクラスみたいなものですね、っていうのは、まあ、10種類ほど用意をしています。でさらにですねこのゲームの面白い点として、プレイヤーを成長させることによって、アクションが変化していくという部分もあるので例えば、重たい武器をですね、こうゆっくりしか触れなかったところが、成長させることによって早く触れるようになったり、あとはあの体格というものもあるので、体格が細いキャラクターもいれば太いキャラクターもいて、それをまあプレイヤーの好みに合わせてカスタマイズできることになってますのでもう、まあ、ユーザーが満足いただけるぐらいのカスタマイズ性を持った幅広いゲームだと、感じていただけると思います。今回はですねこのゲームはですね、巨大な敵も登場しますし本当にもう自分が足元で、上を見上げても顔が見えないような巨大な敵がですね、登場したりもしますし様々な、戦い方、を挑んでくる、敵がいますので、確実にですね皆さんに資料をお届けできる、のかなというふうに思ってますし、単純にそれだけではなくて、フィールドの広がりとして、罠というのがまあ一つピックアップとして挙げられるんですけど、皆さんの想像してないようなですね、様々な罠をご用意してますのでそこでは驚きとともに死をお届けられるんじゃないかなというふうに、思っておりますしいろいろと意地悪なんじゃないかなと思われるような仕掛けが、盛りだくさんなのでぜひ楽しみに